lähtee operaatio samaan aikaan. ちょっと。もしかよ。ほら。なんだ、忘れしまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったら、ちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず、挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか？てめえ！すいません。Hyvä selvitysrefleksi ei vaan toiminut. チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか？遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。どこ行くんだ？堂島組。堂島組？おい、どういうことだ？女は堂島組にいるのか？牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んだのか？手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって？堂島をやる気か？たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。ええ、戸田かなんか売りたいした。nyt on toisen klaanin kannalta hommaa, kun mun meni vähän pieleen. Eli ne bunkkeri toimintaa on. Okei, tää vaan hakkas tietä sinne sisään. Teemme tarda! Oi! Nanda teemme! Makoto kara dengu azukatte kita. Osekkaina korosie jää!親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。
始めろ。はい。同島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ。おら、撃ち返せ。誰かおや。始めようぜ、キリエ。なんだ。いや、ラッチバケットライバーが。こいつら。柏木さん、風間組か。桐生、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。桐生、行こうぜ。
後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。ニシキ、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だがいいから行け。あいつを止めねえと風間の親さんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。olipas siinä tekemistä. やべえぞ、いかれちまってる。いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。島の海、真島五郎が18人殺しの冴島大河の兄弟分。ああ、だってましたお前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭大佐の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけかお前の目的は
女の復讐か。はそのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいよ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方をにやけ面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃうな。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつは去ってるうちに俺の背中に背負った罪をへらく言わせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのが好きだから殴った。根っからの極道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねんか。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。時代に踊らされてなかったら
その拳でてっぺん取れたかもしれん、うん、あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道をやってるとや、正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができん。なんてな、うん、俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたよ。ラッキーなんだな、お前は。あしたの楽しみたいよ、タコンビが。楽しみたペリン。Omaisin tyyppi, mitä oli loppujen lopuksi oli sitten oli arepoja. Oh my god! Hyvä! Tämä on näin, ei kiinnosta. Mani jätten tätä vielä?腹割ってる時によ部外者余計なまりしていねえぞ。おらシマノが始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島、宗平。そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。
おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐすぐ。その次がお前や。マジな。Sillä aikaa laivalla. Kiryu Kazuma ka. Naruhodo. Kazuma no kashira ga mikonda wake da na. Motto hayaku omae no sonzai ni kizuku beki datta yo. Tada no wakazou ga. Itsu no mani ka ryū ni bakeru ippo temae da.そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔
ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を打つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。いいさよ。もう体の一つにしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や橘が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だってて、めえの描いた絵を完成させるために橘たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。龍所ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の龍になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。ああお前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。
ラピン。アウチ。俺も一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。Okei, se ei ollutkaan vahinko Tatsibana kuolema. Tuli käskenyt varmaan tappaa. ならねえ。ああ、オッケー。
その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先走んじゃねえよ兄弟、踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦。